なたたちには分からない。国を背負ってきた重みは、我ら大帝国歌劇団ブラック、黒き騎士の誇りにかけて、花舞う乙女の志にかけて、いざ尋常に勝負。ズババッとやっちゃいますよ。妖怪攻め込みます。決めなさい。指示くださいです。ああ蒼天の空に咲き誇れ桜。
栄ある大正100年記念祝典、我々オープニングアクトに任命していただき光栄です。星の輝き、しっかりその目に焼き付けるといいわ。ねえ、その程度熱狂が足りないわ。もっと見せて、あなたたちの本気を。それともここで終わりにする？だったら叫んで、飛んで、手を掲げて、あなたたちの生きてる力全部ここにぶつけて。そうしたら私たちが最高の景色を見せてあげる。ありがとうございました。ありがとう。それではここで内閣総理大臣吉良時実から皆さんにご挨拶があります。大正84年あの大厄災でこの国の漁師水晶は全て失われた。今日未来と名付けようと思う。帝と並びによくぞ帝国、臣民の諸君、我々はエネルギー未来を、日本の未来を手に入れたのだ。これまでは帝都と一部地方での試験運用でしかなかったが、本日未来の大いなる発展を共に生きようではないか。帝国8カ所に設置された各地方の、そして厄災からの復興の象徴であり、帝国全土における未来供給の中枢施設、新帝都タワーの稼働をここに。なんだこれは。落ち着いてみんな、何も心配いらないわ。
ここには私たちがいる。私たちはそのための過激団だから。魔女、ペンカ、クレアはナイトモードへ行こう。直ちに出陣。了解。私が歌い続ける。客席の注意を引きながらあなたたちの霊力を高めるわ。最短時間で決着をつけて。了解。じゃあここはあんたたちに任せたわよ。クルミは外を警戒するから。ええ、そうして霊障始めるわよ。ブラック専用量子スーツ。メンバーの霊障により力を最大まで引き出せる。天下、クレア、出陣します。キラ様。キラ様。マジで？やばくね？君は、そうか、配属の手配が間に合ったようで何よりだ。先ほどの場、私はこのざまだ。だから、君に頼みたいことがある。一刻も早くこの事態を収拾するためだ。頼めるか？よし。ブラックのメンバーがあれだけの私の代わりに彼女たちの指揮をしてほしい。君にならできるはずだ。その力があればな。君はどの連弾から見て、先ほどの避難誘導は見事なものだった。いきなり大変。今は彼女たちと。キラス。よし。了解。よし、お願いね。我が歌よ、輝ける祈りを運べ。霊障開始。私は気分ちゃんってファンからは。ま、風雪マジです。慣れぬ戦闘。Thank you.
改め、ああその実、いやそれがま、すでに国民、さっき君が倒大厄災マカラテ、その地よく君は時折、それはこの国を正しく導くことのできる特殊な霊力の一種だ。未来をその力に開眼すれば、この国のためその力を振るってほしい。うん、帝都を脅かすテロリストの捕獲、司令としての初任務だ。先日新帝都タワーから神器が盗み出された。ああ、この国を霊的に支える九死の神器が一つ。奴は神器を盗み出し国家転覆を目論んでいる。先日の好奇騒ぎも奴らが仕掛けたのだろう。桜なでしこの捕獲、それが任務だ。いい返事だ。そ、うん、ここは大厄災の量子爆発である。この穴にとても強どこで訓練を積んでいたの？初めてという割に驚いたわ。謙虚なのね。戦況を俯瞰できるのは特別な力。自信を持っていいわ。私たちそこに考えや感情を持つと判断もパフォーマンスも鈍るだけよ。私を相手に、それより二手に分かれて探すことを一緒に行動するのは効率的ではないから。大丈夫。もし単独で対象に出くわしたら大きな声で叫べばいい。そうすればあなたがテロリストに殺されるよりも早く駆けつけて必ずや対象を粛清するわ。こんにちは、キラに言われて。失礼ですが、あなたのことは調べさせてもらったわ。私は、ふんや。あら、君影。もその子は君影、人の持つ霊力を見抜くことができるの。あなたの霊力が力を持つ人がどんな人か知りたかったの。その力はこの時代を救う切り札になるものだから。少し話、知っていますか？蒸気に変わる新エネルギー、未来のことを。石炭が炭鉱から取れるように、石油が油田から取れるように、エネルギーには出どころがある。でも未来の霊力は一体どこから取っているのかしら？
やはり未来はそれをエネルギーとして運用しているの。神器の力を悪用して見せかけの繁栄のために、政府、今に日本中がこの場所のように未来を奪われた街になるでしょうね。ふんや、あなたがブラックの司令として戦った後期、あなたは後期の正体が何か知っている？やはり知らないのね。未来を奪われたら、そう、後期は未来を抜かれた人間の慣れの果て。後期、この世界に降った鬼、ひどい呼び方よね。自分で作っておきながら。下がって。この目。キラ。相変わらず用がなく、ここの人たちからレフニャニャニャ。どうした？殺せ。国家にあだなす。見たの点が。しかし逆、国の財産、人だ。だから国民、未来、国の意志、とんだ気すべて。だからこのエネルギーを何か、ま、知る人、濁りなき、それによりより良い日本のため、それが帝国歌劇団は未来を奪うために人の生を奪って作った日本で、誰が帝国歌劇団は。古き価値観に理解されずとも構わんさ。好機となった未来を差し出すことで日本の礎へと。むしろ この国はその時が。そうまで。いや、美しき未来のそのため。さあ、君に選べ。帝国の寿命、人生は選択の連続。誰かに決めてもらうものでも、命令されるものでもない。あっ、剣たとえ心が。人生は選択。いや、せめてもの、いや。ありがとう。天眼通を持つ人があなたでよ。今はここを切り抜けましょう。
司令、一緒に。それ、君はこの瞬間、国のすべてが君を追い詰める。かっこいい。指令になったばっかでテロリストに。司令ちゃん、あなたたちを帝国地粛清対象とみなす。粛清魔術内訳ブロックは遊び。私たち帝国歌劇団は遊びじゃない。その通りね。あなたたち誰に。お別れで。この時代に、あなたのような未来に、あなたに託します。帝国歌劇団司令。シートの前に写真がありますね。その子の名前はシン。帝都から遠く350キロ、青ヶ島という離島にいます。神器をその写真の娘に渡してください。それが日本を救う鍵となる。この道を、この生き方を選んでくれてありがとう。あなたの力と、あなたの志に日本の未来を託させる。日本をキラから奪還してください。そして本当の帝国歌劇団の復活を。死のふつつかな娘でした。どうかよろしくお願いいたします。ありゃ、なんだろうあれ。昼間の流れ星なん、流れ星さん。やめた。願い事じゃなくて自分で叶える夢だもん。流れ星が落ちた。それ、私の写真ですよね。わかりました。私のストーカーさんです。私、女優になるのが夢だったんです。お母さんみたいな日本中を笑顔にする女優にしてくれますか。私をね、ストーカーさん。次回、桜革命。序章、青ヶ島の桜。さくらしの可憐に凛々しく乙女作。
それ。わかりました。さてはあなた、私のストーカーさんですね。え、はい、私がさくらしのです。あえて光栄です。おーい、待て待て、しの。絶対、そんなストーカー、とうとう私にもファンができ、いや、そ、初対面、どうも、私はこの子の。ここらで一息入れようかの、いわゆる中調査ロケット発射準備、カウントダウン、3、2、1、イグニッション。来た来た
霊力調査ロケット発射準備、カウントダウン、3、2、1、イグニッション。ごきげんよう、よく、わたくちれ。萌美様の実力、見せてやるぞ。だから最高のダンスを見せてあげる。必ずよろ。なる、ほとんどあながち嘘でもあるまい。さくらだが、なんでお主の子孫幻覚せいそんな。私を連れ、お母さん死のお前ババさん。子供の頃見たお母さんの舞台のビデオで、お母さんが山見た一本。今、お母さん、私。なん。
一日に何あれ。なるほど、これおそらくお主を追ってきたのだろう、キラのやつめ。言ってたんだ。何してるんだ。そう。今。あなたに確かに。シノ参ります。よしか、死ぬ。でも、人類の力。光。動く。さっき。はい。で、私、お母さんに、して、私。それじゃ、ピエ、シレス。了解。一つ、二つ、三つ。帝国過激だ、志。
シナ。うん。よっこれ。な。ロマンと今感を融合した名前。よし。だろう。いや、お主ら。よし。ちょうど。お。ただ。あれ。進行。うん。どういこう。地元にも今ねこの。つまり。あの、褒めて。え？ですか。司令、次。は、絶対けど、死ぬ。私の、はい、トップ。ふにゃ。